こんにちは、しげしげです。臨車降臨を今話題の片方ガネーシャ編成ですねでやっていきたいと思います。アシストの紹介していきます。まず映画はしげしげ側ですね。椿にチャドで、潜在キラーはいらないです。で、ウェルドールにもチャド、はい。で、フレンドさんの山本源流祭にもチャド、はい。で、サブ椿にもチャド、はい。で、もう一体の椿にソーラーレーザーで、山竹にグングニールでやっていきたいと思います。はい、まずバトル1ですね。リーダーチェンジしていきます。で、この後赤オーディンのスキルで抜いていきます。この枠は山竹に転生ラーをアシストしたものでも代用が可能です。ただその場合8回で、1列と1コンボが必要になってきます。はい、でバトル2、ここは普通に2列で突破していきます。はい、でここも2列ですね。でバトル4、ここでガネーシャを使います。この次先制があるからですね。はい、先制攻撃を無効化するために、ガネーシャを使ってからチャドで2列です。はい、でバトル5、ここで紅豪神を使っていきます。はい、全体攻撃と全体固定と一列変換ですね。でプレドラも光ラーの固定スキルで抜いていきます。で1列残ってるのでこの1列で攻撃していきます。はい、でボスの進化前ですね。まあ、ここでちょっとだけパズルが必要になってきます。チャドを使った後に、下1列残してください。はい、で火力は1列で十分です。でボスの進化後ですね、ここで覚醒無効を打たれてしまうので、これを山竹のオーディンで回復してあげます。で回復したら下に残ってる1列、これをくるくるっと戻してあげて、ワンパンすることができます。はい、ということで非常にサクサク回れます。経験値見ていきましょう。はい、ということで4倍期間もありまして、1時間で900万オーバー稼げるみたいですね。で、あとはモンポも美味しいので、組める方ぜひ組んで回ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。